願いします。はい。では、アベンジャーズクール朝活ですね。トレーニング担当の中澤です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。朝トレーニングすると、なんか健康に良さそうだなっていうのは分かると思うんですけど、朝とお昼と夜、まあ、夕方だったりとかで、何が違うのかなとか、感染症指定医療機関、なんとなくこれだなっていう何か一つありますか？パッと思い浮かぶもので構わないんですけど。代謝。代謝、はいはいはい。小泉さん、何かあります？なんか、あ、乳酸が出る時間があるとか、なんか、おー、なんか深いとこですね。まあでも、そうですね、今、代謝も、まあ、乳酸っていうのは結局エネルギーを生み出す物質なので、エネルギーに変わる物質なので、まあ、大きく分けると代謝に確かになってくるかなっていうのはあります。朝やるメリットは、その一日、まあ、自分が高エネルギーの、まあ、代謝が高い状態になるのもそうですし、スイッチが入るというのが一番大きいと思います。それってなぜかというと、もう最古の昔から、まあ、家がそもそもない状態で人類って動きながら生活をしてたので、その時代に脳が活性化、適正化されてるって言われてるんですよね。その時って結局朝日が昇って起きてもうすぐ動くんですよ。でそれでスイッチが入って一日のリズムが整うんですよね。なので一日こうやって時間を決めて朝起きて動くことによって体内のサイクルの体の体内リズムっていうのが一定になるんですよ。これが崩れるとどの位置に体はなんていうか、バランスを整えていいか分かんないので、実は、バランスをなんかこれだけこれだけって、なんか夜睡眠上げるためにこうしようって言っても、スタートがダメだったらもう全部崩れちゃうんですよね。上にいくら乗っけても、上だけ大きくなってしまって、重さで倒れるみたいなイメージですね。なので、朝の習慣って、それだけ大事になるので、朝、まあ、こういった刺激を入れることによって、その後の行動もプラスアルファこの後何しようかなって考えながらトレーニングしていただいてもいいですし、まあ、何かせっかく動いたんでプラス次の行動も、まあ、午前中までとか考えていただけるとよりこの日が活動的になりますので、そういうイメージでやっていただけると思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、では音声からミュートにしていただいてちょっとトレーニングの方いきましょう。はい、では行きましょう。まずはストレッチからいきます。このまま上に上げてバンドにしてぐっと伸びて伸ばしていきます。これ5回いきましょう。はい、OK。では今度この状態から開いていきます。指先を引いて体をひねっていきます。息を吐きながら開いていきましょう。はい、OK。では足を切り替えて左足にしましょう。で、また前習いをして上にぐるっと上げていきます。はい、息を吐きながら、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、69、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、
ではぜひこのまま左に開いていきます。もう一度右に切り替えましょう。右足に切り替えて、両手を後ろについて、後ろを伸ばします。で、左手をついて、右手を開きます。OK。で、もう一度手について、伸ばして、伸ばして、左手ついて、ひねる。あと後ろに伸ばして、で前に左手ついて、おー、OK。じゃあ反対しましょう。左足に変えます。で両手を後ろについて、裏を伸ばしましょう。で右手をついて左手を上げる。
じゃあ今日は、お腹周りと下半身周りを中心にちょっとトレーニングして、下半身の血液を脳の方に回していくと、より頭もすっきりしますので、その辺をちょっとやっていきましょう。では、まずは四つ葉になります。この姿勢を取っていただいて、肩の真下に手が来るような形ですね。前に出ないようにして、肩の真下に手を置きます。で、股関節の真下に足を置いて、で、これ楽な人はちょっと膝を後ろに下げます。で、肩幅に足開いて、こんな感じです。で、お尻が下がらないように、ちょっとでっちりにします。こんな感じで、そうですね。で、この状態で足をペタッとつけます。そうです。で、このまま手を上げる。右手を上げる。そう。そうです。で、頭を少し下げましょう。これでキープします。レディー。はい、アップ。そうで、体が横にずれないように、この状態のままキープ。お腹で体を支えましょう。はい、OK。では反対いきます。この状態、四つ這いの状態で、小泉さん、もうちょっと膝を後ろに下げましょう。そうです。OK。で、左手をアップ。そうです。この時にお腹周りで体を支える軸を作って、手をキープします。鼻で息を吸って、口から吐いて。小手に、右手に力が入らないように気をつけましょう。はい、OK。では次、足を浮きます。今のこの状態から、両足を軽く上げます。膝が痛かったらタオルとか乗せていただいて構いません。このまま右足を後ろに伸ばします。こんな感じですね。上に上げるというよりも真後ろに伸ばす。そうです。この時に左側に体が傾かないようにですね。このまま真っ直ぐのままキープします。では行きましょう。GO! あ、いいですね。お腹が下に落ちないように、おへそを背骨の方に引き寄せます。はい、OK。下ろして、反対いきますよ。この状態で左足伸ばす。そうです。大きく。呼吸を止めないようにします。OK。 では次はバランスも含めたものをやっていきましょう。肩幅に足と手を開いて、足はペタッとつきます。このまま右手と左足を伸ばします。で、ここから胸の、おへその勢いでタッチします。で、伸ばす。こんな感じです。そうです。じゃあまず伸ばしていただいて、右手と左足伸ばしてタッチします。タッチ、肘と膝タッチします。で、伸ばす。1、タッチ、そう、2、タッチ、3、タッチ、4、タッチ、バランス、5、タッチ、6、タッチ、7、タッチ、タッチ、タッチ、9、ラスト。はい、OK。 いいですね。で、今度反対側行きましょう。左手と右足を伸ばします。まず
そうです。このままキープして、膝の内。そう、で伸ばす。1、タッチ。2、そう、タッチ。3、タッチ。4、タッチ。5、タッチ、6、タッチ、7、タッチ、8、タッチ、9、ラスト。はい、OK! いいですね。フォームも OK だったんで、なんとなくこの辺分かりますよ、お腹周り。OK、素晴らしい。では次は、ちょっとお尻いきましょう。お尻は意識して使わないところなので、意識的に入れるとかなり負荷が高くなりますので、できる範囲でやってみましょう。まず横向きになっていただいて、肘をつきます。で、肩よりも肘が遠くなると肩が痛くなっちゃうので、自分の体の近いところに置いていただいて、両足を少し曲げます。で、この曲げた膝を後ろに下げていただいて、そう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 。で、下の骨盤を後ろに、自分のお尻の方向に引く。そうすると体がまっすぐになります。で、この状態で、肘と膝を支点に体を上げます。この横の腹筋を使います、まず。そうです。で、この状態からさらに手と足を伸ばして足を。で、前側へ。そうです。これでキープします。よーい、スタート。鼻で息を吸って、口から吐く。で、足は30度ほど上げてください。お尻使って、この横の腹筋も使います。はい、OK! いいですね。今度反対向きになりましょう。肘について、少し横向きになります。で、肘の位置に極力、肘が痛かったら、このタオルとか乗っけていただいても構いませんので、マスタードとかを1枚かぶせてあげると楽になります。今度は膝を後ろに持っていただいて、こちらの骨盤を、このまま肘と膝を支点に体をまず上げていきます。この下側を使いましょう。そうですね、足と手を上げて引きします。はい、スタート。前習いですね。ではこう。そして、口から吐く。はい、OK OK です。では、ちょっと水入れたりして、今度下半身に行きましょう。はい、ではですね、下半身は、スワッと置いてます。肩幅ほどに足を開いていただいて、手は前。はい、でこの状態でお尻をまずスタートがまっすぐ立ってるような感じで少しお尻をゆっくり後ろにこう下げるような感じですね。体を前傾させます。この状態からダウン、それでアップ、ダウン、アップ、おーダウン、アップ、バーン、しっかり回すところに回って、2、ハンドスパワイ、体重は外側に、5、ダウン、6、ダウン、7、OK、ラス、さあ、8、はい、9、10、はい、
で、今度は足を閉じます。つま先とかかとをしっかりくっつけます。この状態で、ダウン。同じことします。で、アップ。そうです。じゃあ、いきましょう、レディー。はい、ダウン。はい、アップ。よし。ぐーっと下げて、くっと上がらないようにして、反動を使わない。ぐーっといって、しっかり戻る。ダウン。で、下を見ない、目線はまっすぐ。はい、ゴー。マイナス。ダウン。よいしょ。ダウン。はい。はい、下げて。はい。ラスト2回。よいしょ。これ狭くなると結構体が前に倒れやすくなります。こういう方は股関節がちょっと硬いか足首が硬いので、この辺を意識しつつ、足首が硬い人はちょっとまたやることは違うんですけど、股関節硬い方はしっかりお尻をべっちりにこういう形にこう下げないようにして、ここから畳んでいくようなイメージですね。ここに指を突っ込んでいくような、ここのところにぐーっと自分で押して押してみたいなことして、かかと股関節が意識しやすくなります。そう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 、お辞儀するときに股関節を使うってやつですね。こういうふうに、はい、物取るときとかもこういう感じですね。こう取ると腰痛くなっちゃうので、ここからしっかり下がって戻ってあげるってなると腰痛予防だったりとかにもなりますので、ここの股関節を意識して日々ちょっと使っていきましょう。じゃあ最後ワイルドでいきます。広げて広げて広げて、で足の向きは45度ぐらい外で OK です。でこの状態で膝もつま先と同じ方向に向けて倒していく。内側入らないようにして、ぐっと倒して、そう。で、アップ、1。お尻側効いてきます。お尻で親指に体重かけない。そうすると、この膝の内側も効きます。2。ダウン。そう、しっかり。ナイス。はい、1。はい、で。はい、5。効かせて。はい、6。ナイス。よいしょ、7。はい、アップ。はい、8。オッケー、いいですね、皆さん。はい、9。はい、ラストいきます。はい、オッケー。オッケーです。オッケー、オッケー。このような形で今日は、下半身と体幹の部分を刺激して、血流を末端、足のつま先から上に上げるようなトレーニングをしていきます。で最後に、またいつもどおり3分間、耐久トレーニングをやります。でこちらは、参加できる前で参加していただいても構いませんし、全部全力でやっても OK なんで、ご自身に合わせてやっていきましょう。よろしくお願いします。はい。で、今日はですね、まず1つ目は、背中を使います。この状態で手をつきます。で、上げる。そうです。この時に肩にこう力が入らないようにして、大体皆さんこう背中が丸くなっちゃうので、おへそを少し上げていって、最後はぐーっと手で押してください。ぐーっと、そう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 。で指先はかかとに向けて、で、ちょっとお二人とも、あ、こういう時間は大丈夫なんですけど、山本さんはこう肩向いてる、手が後ろになってるから、肩にすごいストレスつけるんで、そう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 、OK です。で、両足は肩幅に曲げ、広げて、このまま上げる。ブリッジみたいな姿勢ですね。これが一つ。で、そのまま落ちていただいて、上向きになって、タッチ、
これが2つ目ですね。はい。で、3つ目は、肘ついていただいて、足伸ばして、キープ。タスク部、刺激できます。はい。こういう形でやっていきましょう。この3つを3回繰り返しますので、いける範囲までやっていきますよ。OK ですか？はい、では行きます。5秒前から。まず手をついて、足開いて、このまま、はい、上げて、キープ。そう。あ、今回いいですね。頭少し下げていいですよ。そう、顎を軽く引いた状態。山さん、もっと背中で押して、ぐっと。そう、ナイス。2、1、はい、一回下ろして、タッチ。横を立ち、かかと立ち、横の腹筋を押さえます。1、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 
膝伸ばして腰が反らないようにお腹にしっかり力を入れていきます。腰が痛い方はちょっと顔を入れても OK です。軽く手を手についてアップ、はい、上げてずっと力を上げましょう。そう、背中に重力をかけていきます。はい、ダウン、そしてタッチいきましょう。1、1、タッチ、1、タッチ、5、5、ナイス、はい、いきましょう。はい、タッチ、タッチ、はい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 、足伸ばして、キープ。はい、ラスト行きましょう。 OK、OK、ラスト。お腹使った後、お腹ストレッチしながらぐーっと伸ばしていきます。はい、伸ばして、立ちましょう。皆さん、OK、やりきりましたね、3分間、最後まで。OK。で、最後、ちょっと一緒にクールダウンをしていきましょう。で、両足を伸ばしていただいて、まあ、水飲んで OK ですね。で、両手を骨盤の横につきます。で、骨盤を後ろに引いて、お尻をぐっと立たせます。で、このまま手をついてもらって、ぐーっと伸ばせながら、遠くを見つつ伸ばしていきましょう。なるべく背中を丸めないように。で、息を吐いて、しっかり息を吐きながらいきます。はい、OK です。では、足開脚しましょう。広げて、両手をまた後ろについて、一回骨盤乗せます。で、右手を左のつま先に向けて遠くから持っていきます。脇のところも伸ばして、一緒に裏も伸ばしてみましょう。
はい、結構です。反対ですね、ぐーっと伸ばして、このまま右の方向に少しずらしてぐーっと伸ばします。骨盤をつけたままですね、下半身の力で抜きましょう。はい、OK、 反対に抜いていきましょう。ぐーっと伸ばします。脇腹からお腹伸ばして、斜め上を見て急いで伸びます。はい、OK。では、そのままうつ伏せになっちゃって、腰も伸ばしていきましょう。足をこのようにぐーっとひねって、骨伏せがあんまり上がらないようにですね、こんな感じですね。腰から背中を伸ばします。はい、OK。反対いきましょう。伸ばして、はい、OK です。ではこちら戻ってきていただいて、音声のミュート解除お願いします。あ、今日もお疲れ様でした。小泉さん、だいぶ暑そうですね。大丈夫ですか？暑いですいい感じの湿気感が、まあ、ちょっと気温も上がってきて、室内の温度も多分上がってるので、これだけちょっと動かすだけでも、体って今エネルギーを使っているので、まあ、エネルギーを逆にしっかり入れてあげる、まあ、この後、タンパク質だったりとか、しっかり取ってあげたり、ミネラルを取ってあげると、アンチエイジング効果も高まりますので、トレーニングで体を壊しているだけなので、ちゃんとこの後の栄養補給もしっかりやっていただけると思いますので、お願いします。はい。じゃあ、今日は以上になりますので、まあ、明日以降もまたやっておりますので、ぜひ参加の方よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。